はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちらが届きましたので、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちらのチャンネルでですね、普段はカメラ関係のお話をさせていただいてるんですけど、今回はですね、まあその編集だとかにこう結構使うであろうというこのパソコン周りのパーツということになります。これやっぱりケーブル類今ちょっと入れ替えてですね、ごちゃごちゃとしてるんですけど、ごちゃごちゃとしたものをまとめるときに、この USB、まあ、あのタイプ C のものが多いと思うんですけど、これはですね、サンダーボルト3のですね、ドックになりますね。そういうものを購入して、まあ見ました。はい、こちらのチャンネルではこのように、いろいろとですね、ガジェット関係もご紹介させていただいておりますので、一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルの登録と、あとですね、私に質問とコメントをいただけるととても嬉しく思いますね。まあこれもちょっとこの後ですね、いろいろ装着してですね、動作の方っていうのを確認していってみたいと思いますので、ぜひこの後見ていただければなと思います。はい、ということで本日購入したもののご紹介という形だったんですけど、まあ、あの簡単にですね、開封動画みたいなものっていうのを皆さんにこうお見せさせていただきたいなと思います。箱はですね、このようになっておりまして、で、このようにパカッと横から開けて、こう広げるタイプになっております。で、今、中身は出しちゃってるんですけど、内容物としてはですね、このように、まあ、いつものアンカーさんもですね、このハッピーって書いてある紙と説明書、この2枚だけになってますね。で、それ以外には、まずこちら、紹介させていただきました本体ですね。このようになってます。まあ、いろいろなこのポートがあって、さすがドックだなって感じですね。はい、続きまして、こちらが、ちょっとまあ、賛否があるんですけど、大きく、こう、しっかりしたですね、この、AC アダプターになります。まあ、これ昔のちょっと古めのノートパソコンの AC アダプターぐらいのサイズって言ったら分かりやすいかなと。分かりにくいかな。手のひらですね。手のひらと比べると、まあ、成人男性、普通の手のひらと同じぐらいの大きさみたいな感じのイメージですね。長さからして20センチ弱ぐらいあると思います。結構大きいです。ただ、薄めで、そんなに重くないっていうのは付け加えさせていただきますね。で、私経過としてそのサンダーボルト3のですね、ドックって3代目なんですよ、これで。で、初代と2代目っていうのも使っていたのが、まあ、それぞれヒューレットパッカードの、HP のですね、ドックとですね、その間に先日紹介させていただいたオリコっていうメーカーのですね、ドックを使っておりました。両方ともまあそれぞれその相性問題っていうのがとても気になってしまって、今回この3代目でアンカーのですね、まあ、製品を購入させていただいたんですけど、まあ、その AC アダプターはですね、どれもこれも全部でっかかったです。こんな感じだなって感じでしたね。コンパクトな AC アダプターっていうのはあんまり見たことが今のところないですね。あるのかなって感じです。で、これがもうない、同梱物としては最後で、このですね、サンダーボルト3のですね、ケーブル1本付属しているだけ、本当にシンプルな内容となっておりますね。はい、それではですね、こちらの商品のですね、ざっとした説明をさせていただきたいと思います。まず前面部ですね、一番上から電源のボタン、SD カードのスロットでマイクロ SD ですね。と、あとヘッドホンの端子と、USB 10GBps と書いてある、USB Type-C 形状のパワーデリバリーに対応している、ポートが2箇所と、USB 3.1、USB 5GBps って書いてありますね。ポートがついております。こちらが表面になりますね。で、側面の方にアンカーとメールが打ってありまして、筐体自体はですね、アルミニウムとこのグレーのですね、塗装で、とても綺麗にかつしっかりと仕上げられていると思います。で、底面部はですね、こう各規格だとかっていうのが書いてあって、で、滑り止めのですね、素材になっていて、立てて使うっていうのがこう、わかりますね。で、裏面になります。裏面の方がなんですが、こちら、パワーデリバリーに対応している USB Type-C、まあ、サンダーボルト3ですね、の端子が2箇所まずありまして、片方はパソコンのマークがあります。こちらが 85W の給電ができるものになっていて、で、まあ、そちらの方を PC と接続いたしますね。で、あとですね、HDMI のポートと、まあ、こちらはディスプレイに接続して、4K のですね、60Hz 対応していたと思います。ごめんなさい、ちょっと細かい規格とは確認せずに今説明しているので、まあ、細かいところはですね、商品ページ概要欄に貼っておきますので、見ていただければなと思いますね。あとは DC 12V インの 20V、DC インのですね、20V 9A ということで、まあ、180W までですね、こちらのドックでですね、使えるようですね。まあ、あと、こちらの方をですね、AC アダプター、要は、
交流のですね、コンセントから電源取ることによって、パソコンのですね、充電などもできます。で、あとは、1000GBps まで対応している LAN 有線なんですね、のポートがありますね。あとは USB5GBps、おそらく USB3.1 かな、Type A の、ポートですね、それが3つついております。機能としてはですね、このようにですね、パソコンの機能を拡張させる。特にこの MacBook ですね、MacBook シリーズは、Pro のですね、M1 シリーズの Pro、もしくは Air っていうのがあると、USB Type-C、Thunderbolt 3、もしくは4がですね、2ポートしかない。ようやくこの14インチのですね、Pro と Max のですね、CPU を積んでいるモデルになって、拡張性っていうのはちょっと、このようにですね、高く、なりましたが、それでもですね、このポート類って私の使い方だと結構足りないんですよ。要はこのデスクトップみたいな使い方を、デスクトップ PC みたいな使い方をこの1台でしてしまいたいなというのが、まあ私の使い方なんですね。まあそちらの方でですね、こう使用していってみたいと思います。で、まあファーストインプレッションという形で皆さんにお伝えさせていただきますが、すべての環境でこう当てはまらないのが、まあ私のこう使ってきた経験上で感じることですね。特にこの相性問題、別の動画でもつぶやいてますけど、かなりあるので、それがですね、今回のこのアンカーさんのですね、製品で解消されているかな、どうかなっていうのがとても気になるところです。早速試していってみたいと思います。はい、それではですね、ちょっとデスク周り汚くて申し訳ないんですけど、このようにですね、このアンカーのですね、サンダーボルト3ドックですね、このように使用してみております。ただですね、やはりなんですけど、一度ですね、パソコンの電源を落として、起動してもですね、こちらから自動的にですね、電源が供給されるってことはないみたいなんですよ。なので、この電源スイッチをですね、一度オフにしてオンにすることによって電源の供給っていうのはできるので、まあ、物理的な抜き差しがないってところで、前よりだいぶ楽になっております。で、ですね、このマイクロ SD ではなく SD カードですね、この MacBook の本体とこちらに装着されているものの速度感のですね、比較っていうのを簡単にしてみようと思います。接続性だとかそういうのっていうのは何も今のところ問題感じてないので、まあ便利に利用できると思ってるんですね。ただまあ実際こう速度っていうのが果たしてこう本体が UHS タイヤの -2、UHS2 ですね、にこの MacBook が対応しているのに対して、じゃあこちらはどうなのだろうっていうのをちょっと見てみたいと思います。で、使用するソフトはこのディスクスピードテストですね、ブラックマジックデザインのですね。で、あとはこのプログレードデジタルのコバルト、こちらを使用することによって、まあこの SD カードとしてはかなり最速の部類に入る SD カードの一つの仲間だと思うので、ちょっと比較していってみたいと思いますね。それではまず、こちらですね。iPad の方に、ブスッと刺しまして。で、編集というか、この設定ですね。まずしてみたいと思います。はい、ただいまですね。ドライブの選択をしました。で、この SD カード上でのスピードテストをしていってみたいと思います。はい、では、スタートします。大体のところこのようにですね、215MB/秒、MB/秒ぐらいの感じだと思います。で、書き込みの方がですね、今書き込みでしたね。ごめんなさい。で、読み込みの方がですね、250MB/秒ぐらいの感じかなと思います。で、このテストをですね、もう一回こう走らせてみようと思うので、どんな感じか見ていってみましょう。はい、2度目。まあ、数字上はこう誤差の範囲ぐらいかなって思います。223MB/秒ぐらい。はい、今一周走りました。で、次読み込みが、まあ、大体250MB/秒ぐらいですね。なかなかですね、この SD カードの規格に近い数字がちゃんと出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、このように一度走り切りましたので止めたいと思います。速度はですね、それぞれこのような感じになりました。はい、ちなみになんですけど、規格としては、
読み込みが300MB 毎秒、書き込みが 250MB 毎秒となっておりますので、まあ、ちょっとずつ遅い感じではあるんですけど、おおむねですね、近いところ出てるんじゃないかなと思います。で、次はなんですけど、こちらですね、アンカーのドックの方にこう接続をですね、こう、ブスッとしまして、こうカチッとですね、止まるタイプで、もう一度こう、強みに押すと、ポンと出てくるタイプなので、扱いやすいですね。で、こちらのソフト上で設定をこれからします。はい、ただいまですね、リセットして設定し直しました。ではこれからですね、こちらアンカーのですね、サンダーボルト3ドックでの速度感テストしていってみたいと思います。ではスピードテストスタートします。先ほどと同じくですね、2回走らせてみたいと思います。ざっとですね、やっぱりこう 230MB 毎秒ぐらいなのかなと。233、4。235MB 毎秒ぐらいなのかなって感じですね。前後かなという感じで、読み込みが250MB 毎秒をちょっとこう上回ってくるかなぐらいの感じ。まあざっとですね、先ほどの計測とはあんまり大きな差はないんじゃないかなと思いますね。うん、ムラもないですし、まあ大体こんなもんなんだなって感じですね。またこちらもですね、この2回ずつ試していってみたいと思います。はいはい、まあこの計測の結果からなんですけど、一つ言えるのが、このアンカーのですね、サンダーボルト3ドックの SD カードっていうのは UHS-II にはまあ対応してるなって感じだと思うんですね。この速度感だと調べたらですね、 SD4.0 っていう風に書いてあって、私ちょっとそれが何だかわからなかったんですけど、まあ、UHS-II のこの読み込み書き込みに対応しているってことでですね、動画や写真を扱われてる方たちもこう安心してお使いできるんじゃないかなという風に思いました。はい、それでですね、接続してのまずこうファーストインプレッションとしての情報ですね、お届けさせていただきました。はい、これがすごい参考までになんですけど、MacBook Pro 14インチのですね、SSD、まあこちら 2TB のモデルになるんですけど、速度感としてはこの感じ、このような感じになります。まあ相当にやっぱこう見ると早いですよね。SD カードっていうのは昔からこうやっぱり速度感っていう意味で見るとそんなに速いデバイスではないなと思ったんですけど、最近速くなったなとは思いつつも、やっぱりこう SSD とかと比べるとちょっと酷なんだなっていうのは、このデータを見ても思います。まあ、書き込みで 5000MB 毎秒も出て、まあ、ちょっとこうムラはありますけど、データの量によってちょっと違ってくるのかなっていうふうに思いますね。今は6300とか出てます。こんな感じでちょっと見ててもなかなか速度が面白いなっていう感じです。まず最初ということで、この SD カードのですね、速度っていうのを計測してみた動画をお届けさせていただきました。他にもですね、こういろいろ USB ポートだったりだとか、有線 LAN ポートだとかいろいろついたりはするんですけど、私の用途としてはその SD カードの転送がしっかりできる、 MacBook にしっかりと充電ができる、あとは HDMI で、まあ、こちらメインのディスプレイにですね、出力できるっていうのが一番大事な仕事となっております。で、一度こうまたちょっと取り外してこの手元に持ってきているんですけど、まあこのコンパクトってすごくいいですよね。ただこの立てて使うっていう前提になっているので、置き場所っていうのはですね、狭いところには置きにくいかなと思うんですけど、まあこの SD カードを使うよというところでアクセスのしやすいところに設置されるといいかと思います。まあこのいろいろですね、 USB で拡張性を保たせながらも、それぞれ高速なポートっていうのをそれぞれ進んでおります。まあ私の中でこう相性問題でこう製品を買い替えるっていうのを最後にしたいなって思って、まあちょっと高めではあったんですけど、こちら購入してみました。実はですね、これだいぶ前から目をつけておりました。以前ですね、私がその HP ヒューレットパッカードのサンダーボルト3のハブを買った時は、まだこれは確か発売されてなかったんですよ。で、この発売された直後に、まあ購入した直後ぐらいに発売されまして、まあ買ったばっかだしいいやと思ってたんですけど、まあやはりこう Mac、にあんまり向いていないハブだったんですね。 Windows 機であれば結構こうファームウェアの更新だとかできたりとかもしたんですけど、こうポートによって出力されなかったりだとか、まあ、あとはその不安定で落ちやすかったりとか、あとはそのディスプレイポートでこの
ディスプレイの方にですね、画像を出力してたんですけど、ちらつきが多かったりとか、本当にいろいろネガティブな部分がありました。で、その次に買ったオリコの製品の方もですね、こちらも突然 USB の接続が切れるとか、電源をですね、一度このパソコンのシャットダウンします。で、パソコンの電源をオンにしますとしたときに、電源の供給がされないんですよ。ただ USB というかそのサンダーボルト自体接続されていて通信はされてるのに、まあなぜかその電源を供給するためにいちいちまた抜き差しをしなきゃいけないというところで、まあ大した手間ではないと言っても、この毎回だと結構手間だなという感じでしたね。ちなみにこの HP のですね、サンダーボルトハブの方はそのようなことはございませんでした。まあこのようなですね、相性だとか、まあ使い心地だとかいろいろあって、まあ最終的にやっぱりこちらがいいのかなとたどり着いた次第でございますね。はい、本日はですね、直接的に写真や動画ってところには関係ないんですけど、写真や動画を撮影した後にですね、編集、データの移動というところで、とっても大事な仕事をしてくれる、サンダーボルト3のハブをご紹介させていただきました。綺麗にですね、こう、カク付きのない映像でディスプレイを表示させられる。あとは高速にデータを転送できる。とっても大事なことだと思うんですよ。で、まあやっぱりこう、MacBook Pro を購入しましたというところで、電源をですね、供給できて一つにまとめられるっていうのは、とても大きな、こう、コンパクトにまとめられる利点だと思うんです。というところを、こちらの製品は叶えてくれるんじゃないかなというところで、写真や動画に関連するということで、皆さんに紹介させていただきました。まあ、最近ですね、購入して便利なガジェットっていうのも、こう、皆さんにご紹介させていただこうかなというふうに思っております。写真や動画っていうのに直接関係なかったとしても、その生活の一部、こう、編集をしたりだとか、パソコン関係だとかということで、間接的にですね、まあ、役に立つってこともあり得るなっていうふうに思っておりますね。はい、ということで、こちらのチャンネルでは、カメラですね、写真や動画、ドローンや、オールドレンズといったものを楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンいただければと思います。まあ、このようにですね、いろいろと紹介させていただきます。で、ぜひですね、これどうだったとか、こういう風な機能はどうでしたかとか、そう質問だとかですね、コメントで冒頭申し上げましたけど、コミュニケーションいただけると嬉しく思います。はい、それではですね、本日はこちらサンダーボルト3アンカーさんですね、製品をご紹介させていただきました。はい、それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。バッ。